シューダ・ビクトリアはメキシコのタマウリパス州の州都です。メキシコ北東部のシエラ・マドレオリエンタルのふもとにあります。北はクエメス、南はレラ、東はカサス市、西はジャウマベ市に隣接しています。市はモンテレーから 246km、アメリカ合衆国との国境から 319km に位置しています。シューダ・アド・ビクトリアは メキシコの最初の大統領であるグアダルーペ・ビクトリアにちなんで名付けられました。1825年、シューダー・ビクトリア州が州トになりました。タマウリ・パス自治大学やシューダー・ビクトリア、工科大学などの高等教育機関の本拠地です。ヘネラル・ペドロ・ホセメンデス国際空港は市の郊外にあります。州の官僚の中心地として、 それは三つの政治的権力の座であり、観光と文化的関心のサイトを持っています。1746年9月3日土曜日、ニュースペインの総督、フアン・フランシスコ・ゲメス、ホルカシー・タスがメキシコセのコースとの植民地を設立し、レオンの新王国を分断しました。2年後、1748年12月25日、水曜日、ホセデース・カンドンとヘルゲラは、 スペインのカンタブリア州の首都サンタンデールにちなんで、名付けられたニューサンタンデール後期植民地の一部である、ビラデジェラを設立しました。シューダー・ビクトリアは、1750年10月6日に、サンタマリア・デル・アグアデ・アグアヨとして設立されました。ヌエバエスパーニャ・サンタマリア・デ・アグアヨ帝は、スペインのサンタンデル州、アグアヨ出身のドニャ・アントニア・セフェリーナ・パチェコ・デ・パディージャ、 というドン・ファン・フランシスコ・でゲメス・オルカシタス、白爵夫人の妻にちなんで名付けられました。この集落は、ヒセア・ゴルダ博のホセ・デ・エスカンドンとヘルゲラによって、メキシコの瀬の海岸の太平洋戦争と植民地化計画の2回目のキャンペーンの間に設立されました。スペインの入植地は、東の平野に面し、西は、シエラ・マドレオリエンタルに囲まれています。 シエラ・マドレ・オリエンタルは北と東からの風を受けた戦略的な場所です。この町は最初の灌漑事業を作成し実施したキャプテン D ・ファンデア・スティガラーがによって管理されました。彼の仕事は農業。宗教的な問題では開拓地はアントニオ・ハビエルでアレチャガというフランシスコ界のカトリック司祭の指揮下にありました。そのカトリックの使命は 以前に設立されたものよりも進歩しました。なぜなら、指定された土地では、彼らは地元の先住民によって開かれたからです。キャプテンアスティガラーガは、ビラデアグアヨが設立されてから3年後に亡くなり、その後、エスカンドンは、キャプテンの任命を授けました。その後、エスカンドンは、指揮官、ドン・ミゲル・デコルドバに代わって、キャプテンを任命した。 新総司令官の管理下で植民地は進歩を続け、1757年に統計が形成されたとき、集落はその境界にある農家と団地に8600頭の牛と馬を持ち、4100の小さな牛。ベルギー系の後期で軍隊のホセでクレー・ウィンケルは彼が入植地を訪れたときにボカダカ・バジェロスに放棄されたオラザ・ラン鉱山の再活性化を不幸に提案しました。 この手段によって繁栄し、新しい利益を生み出し、新しい隣人を引きつけます。ビラデアグアヨはすぐに、新しい植民地の主要な人口の一つになると予想できます。貴族はまた、シエラ・マドレーの警告と警告で、ランケリアを持っており、彼らの土地の定義で、分解の羊飼いと辞書を悩ませていた反抗的な、シグエの ネイティブアメリカ人に対するキャンペーンを行うことを、その時に副王に提案しましたアグアヨの襲撃に到着し、近くのスペイン人入植地であるジャウマベとリエラに対するジャナンブルの人々の攻撃に加わりました。この日までに、いくつかの石造住宅がアグアヨに建設され始め、カトリック教会の建設のための材料が集められ、大きな砂糖キビのプランテーションが周辺の土地に設立されました。 この町の周辺では、サンフェルナンドとラマリーナの聖宴所から集められる、塩取引も行われました。シャルカスの内部のムラムラとレオンの新しい王国の南部のムラムラ。スペインのビジャゲアグアイオの集落は完全な格子状に分布し、2番目の集落では、財団の東のスーリーグで、先住民族のジャナンブル・トピソンの絶え間ない主張によって変化しました。集落は、最初から、 地理的な中央濃度がニューサンタンデールのすべての集落と通信していた。スペインの規定と同様に土地はカトリック教会、公共広場、民兵隊のキャプテンの席、以前はプラザとして知られていた歴史的中心として知られているスペースの建設のために指定されました。イダルゴ、プラザであります、またはプラザでカテドラル。和解は分散し、 409人の58の家族で構成されていました。集落を横切った川は、いわゆるサンマルコスであり、そこには灌漑口があり、その豊富な水は住民に、住民の生存に必要なすべての考えを与えました。土地の質は、この地域に、特有のすべての果物に十分であり、家畜の繁殖と保全を促進しました。その場所は、植民地の最初の通過であるため、 そしてその作物と家畜が大きな動きを約束し、設立当初の成長を証明する11家族であったため、王室財務省にとって有利な場所の一つでした。シューダード・ベクトリアの場所選挙及び大統領制に沿ったニュースペインの副政権時代に一般的に提起された定住の様式とは異なり、ホセデ・エスカンドンによって設計された新しい人口は文化的、社会的、 政治的、経済的領域に顕著な違いがありました。18世紀のニューサンタンデールでエスカドンが現在玉売りパスとして知られている領土で開発した新しい人口は都市と領土の開発を制御する方法を参照として持っているアイデアに基づいています。その経済的生産。このような都市デザインの直接的な結果はニュースペインで 国境地域を統合する新しい方法の始まりを示しました。ホセでエスカンドン・イヘルゲ、植民地化された領土はリオグランデまで統合され、現在のタマウリパスの地図を構成しました。さらに、エスカンドンは先住民による攻撃が繰り返し発生した場合に、相互に支援できるように、1日後に新しい人口ごとに戦略的な場所の配置を提案しました。 これらは、ニューサンタンデールの植民地化を超越した特徴です。現実は、必ずしも、植民地化の初期の精神を反映したものでは、ありませんでしたが、ホセデエスカンドンによって開発されたモデルは、新しいスペインで18世紀まで見られなかった、新しい形態の領土占領を提案しました。ホセデエスカンドン・イヘルゲラ、シエラ、 ゴルダハクメキシコ、シューダード・ビクトリアのピンナコテカ・タマウリパスに生息するように復元されたカサデロ・スエルマノス・フィリゾラ、メキシコ独立後、1820年にニューサン・タンデルはタマウリパスと改名され、衆議会は1825年4月20日にアグア予定を都市のカテゴリーに昇格させることを命じました。メキシコの最初の大統領、グアダルーペ・ビクトリアに敬意を表して、 ビクトリアの名前を承認する3つの大国と州の首都。首都例、都市と名前のタイトルは、タマウリパス州副知事のエンリケ・カミロ・スワレスが署名し、封印した第1回議会の委任により発行されました。この首都で、州知事のルーカス・フェルナンデスは5月4日に、スペインの君主制の命令で侵略を拒否する命令を出しました。 石泥バラダス潤承が指揮するスペインの前衛軍による再征服の試みは、1829年9月11日、タマウリパス州タンピコでイライラしました。国軍の戦闘には将軍がいました。フェリペデラガルサ、シスネロス、マヌエルミュート、テラン、アントニオロペスデサンタアンナ。タンピコの戦いは、侵略者がメキシコ軍に降伏したメキシコでの外国の介入に、 対する数少ない戦いの一つでした。1846年、メキシコとアメリカの戦争で、シューダー・ビクトリアは12月25日に、アメリカ合衆国からの部隊に占領され、戦争の終わりに解放されました。1898年、ポルフィリオ・ディアス大統領は、左後通りを下って、鉄道駅まで走り、アシエンダ・デ・タマタンの支部に至る。 動物が描く都市鉄道の運営を講演しました。同じ年にパリのストリートシャンゼリーズに触発されたパセオメンデスが設立されました。市は19世紀後半から20世紀初頭に産業変革を開始しグアダルーペマイネロフアレスの管理により市への投資と改善が行われました。1910年9月15日、鉄道駅レゴレッタの前にあるプラザコロンに、 独立の英雄の記念碑が開設されました。1917年、アルベルト・カレラ・トーレス将軍の市営パンテオンの壁で射殺され、違法な戦争評議会によって裁判にかけられ、フランスのパンテオンに埋葬された。以前は、死の社会的相互主義センターとして知られていたビクトレンセカジノ AC は、1929年に設立されました。 都市の都市構造と建築構造は19世紀後半から20世紀初頭の建物で定義されています。連邦高速道路85及びその他の道路工事の創設により、首都はメキシコとアメリカ合衆国の国境及び国の中心部に接続されました。1939年に工学。マルテアル・ゴメスは現在彼の名前を冠し、 チームがこれかミノスフットボールクラブでプレイするオリンピックタイプのスタジアムを開設しました。1941年、現在、ゼネラルペドロホセメンデス国際空港と呼ばれるエルペタケニョ空港が営業を開始しました。独立記念日のシューダー・ベクトリアの花火1951年に新しい政府宮殿が開設され、旧劇場、カジノ、またはフアレスがあった建物に建てられました。 新しいフアレス劇場は1957年に開設されました。クリスタルタワーとして知られる政府の塔は1980年以来首都に存在しています。2010年7月1日の早朝、ハリケーンアレックスが死を襲い、その目はシューダービクトリア館を数キロしか通過しなかったため、公共照明、看板、信号機、無限の樹木が破壊され、 エネルギーサービスが停止しました。24時間以上の電気と飲料水。2010年、政府の複合施設、バイセンテニアルパークが稼働し、今日では、タマウリパス州の政府機関のほとんどが集中しています。2016年、旧カサフィリゾラ、現在、ピナコテカタマウリパス都市との主要鉄道駅の修復が始まりました。シューダード・ビクトリア・モンショモンショウは、 ビダル・マルティネス教授教授の主導で1971年12月18日に作成されました。文章には次の特徴があります。側面には、ビクトリアが首都であることを表す州の地図、バランス、県、羊日神が3つの力を表しています。本は、教育を象徴し、当地は自由の光を象徴し、日付は財団の歴史的前例であり、 風景は創設者の到着時の地域の地理的環境を象徴し、ヘネケン植物は農業生産を表します。自治体はタマウリパス州の公式の首都として認識され、1825年にシウダー・ベクトリアと名付けられ、ビクトリアの自治体の長が最終的に立法、行政、司法権の座に割り当てられました。州の問題では、 州政府の有機体と俗領をおよび、州知事の皇帝は、ビクトリア州シューダードにあります。現在の知事は、2016から2022年政権の国民行動党のフランシスコ・ハビエル・ガルシア・カベサで、バカです。シューダード・ビクトリア市議会の建物市町村は、2020年10月2日から就任している市長であるシューダ。 ビクトリア市議会によって管理されており、国家行動党のマリアデルピラール・ゴメス・リールが、ビクトリア州の代理市長として就任しています。シューダード・ビクトリアの市政府は、2つのシンジケート14人の評議員と大議員で構成されています。市政の任務には、市統計登録、市民保護、健康、アルコール飲料のペグレーション、飲料水サービス、排水用よび下水道、並びに、 公共の安全、交通、道路があります。ナショナルエレクタールインスティチュート及びステートエレクタールインスティチュートオブトムーリーパスによると、有権者登録は25万2852人の住民であり、州の第15選挙区とタマウリパス州の第5連邦区に属します。国立統計地理研究所によると、2010年に実施された人口と住宅の数では、 シューダード・ビクトリアはその年までに346,029人の人口を持ち、そのうち164,801人が女性、157,152人が男性でした。ビクトリア州の自治体は人口の94.7%をその市区町村に集中させ、残りは農村とみなされ2.04%の成長率を経験しています。2010年、 コナポは、イ城ギに基づいて 36.、36.7%のマージナル化のレベルを非常に低い、25%のローレベル、1.3%から0.3%のマージナル化のレベルを推定しました。イ城ギの人口調査によると、2015年、シューダードビクトリアの人口の52%が女性であり、人口密度は1平方キロメートルあたり211人でした。 シューダード・ビクトリアは、一人当たりの殺人率が世界で、最も高い国の一つです。聖母の避難所のカトリック大聖堂宗教については、人口の90%が、クリスチャン・カトリック、5%が、キリスト教、プロテスタント2、2%が、ユダヤ人3、3%が、その他の宗教であると宣言しているため、シューダード・ビクトリアは、最もカトリックの州都です。 12月12日にグアダルーペの聖母を称えて様々なパーティーやイベントが聖域で開催されます。お祝いにはまたチーンのダンス、民族バーベナ、加工品のゲームが含まれます。シューダード・ビクトリアには幼稚園から大学院まで幅広い教育機関があります。非識字レベルは低下し、トップレベルの教育レベルは人口の3.7%です。 市内には57の特別教育学校があります。基礎教育には46の幼稚園、168の幼稚園、175の小学校、55の中学校が含まれます。上の中間レベルには46の学士号と3つの中間レベルの専門家がいます。イタスなどの教育訓練センターやいくつかの特殊教育学校など37の 高等教育機関があります。ブップスライブラリー、マルテ、アール・ゴメスは、市内中心部で最も有名なライブラリーです。州都にはいくつかの図書館があり、その中には、以下があります。図書館フォバススと SEP、私立公共図書館、トム・リーパスリージョナルヒストリーミュージアム及び、ポール・ハリス私立公共図書館に加えて、市は、 1950年に設立された玉売パス自治大学の主要な本部であり、4万人以上の学生が高等、高等、及び大学院レベルにあります。シューダード・ビクトリア工科大学は州の中心部にある最初の技術機関であり、1975年に活動を開始しました。ラサール・ビクトリア大学はカトリック系の私立教育機関であり、 上層及び中等教育レベルの学生がいます。工学、科学、人文科学の分野をカバーし、ヘルスキャンパス等学習病院があります。ラサール大学の体育館2007年、メキシコ工科大学の一部である、ビクトリア工科大学が発足し、テクナトム科学技術公園内に位置し、工学、大学院、遠隔教育を提供しています。 ナショナルパリテクニックインスティチュートの研究と高等研究センターにはテクナトム公園内のトムリリパスユニットに情報技術研究所があります。教員養成の学校にはベネメリタタマウリパスの正規化された連邦学校、タマウリパスの通常学校および教育者の通常学校があります。他の高等教育機関は次の通りです。メキシコのバレエ大学、 アメリカのビザカヤ大学は民間部門の大学です。科学研究所とタマウリパス高等研究所、国立教育大学、北タマウリパス大学、大学研究センターもあります。ミゲル・アレマン大学は1981年の創立から25年後の2005年9月にシュートに設立された会計、経済、社会と教育、市内及び 周辺の近隣の駅道を循環する32の都市ルートがあり、主要バスの公共交通機関、タクシーサービス、学校の交通機関として最も使用されているミニバスとバス、およびペドロジェーメンデス空港があります。市の郊外で、都市道路のほぼ59%に何らかの舗装があり、都市の繁華街は道路の95%をカバーしています。 シューダード・ヴィクトリアのアベニュー市には、バスステーションといくつかの会社のターミナルがあります。バス停の通常の目的地は、モンテレー、タンピコ、アルタミラ、ベラクルス北部、タマズンチャレ、バレス、レイノサ、サルティオ、マタモロス、マンテ、ソトラマリーナです。メインアベニューとほとんどのトラフィックは AV です。アルベルト・カレー・ラ・トーレス、フランシスコ・アイ・マデロ・アベニュー、エミリオ・ポーテス・ギルブルバード、 ブルバードル・フォロペス・マテオス、AV。ロタリア、AV。カルロス・アドリアン・アビレス、カルザ・ダングラール。ルイス・カバジェロ、プラクセディス・バルボア・ブルバード、ソトラ・マリーナへの道。連邦高速道路メキシコパチ11とメキシコパチ10は、アルタミラ、タンピコ、マデロと接続しています。市には、歩道橋、サンマルコス川を横断する車用の6つの橋、および、 市の西への道路のコブもあります。市には、電信局とメキシコの郵便局が提供する小包、手紙、はがきを送受信する郵便局があります。シウ田ビクトリアでは2015年12月31日にアナログ停電が行われました。提供されるオープンデジタル地上波テレビ信号は、z g 飛びイ g ェ b TTT 今マゲンテレビジョン XHCVT DTT アステカトレセ及び、アドン40、z h c ェ TDT ガラ TV、HCDT DTT アステカ k 7です。XHTK DTT ラスエストレージャス、コット TDT チャンネル5、よびマルチメディアテレビ、マイルニオテラビジアン、タレレットも、52MX の信号を含むクベトゥ TDT。市内の AM および FM ラジオ局には、 中政府が所有するゼビッチ AM およびクビッチ FM ラジオタマウリパスが含まれます。ザヒューニー FM ラジオアットタマウリパス自治大学が運営。XHLRSFM ラカリエンテゼットム。AM および FM ケブエナ。XHHPFM がもっとも。ホト。XHGW。FM イメージラジオ。クバー FM コトラ。XHRPVFM。 ビクトリア V, XHBJ, FMXIFM。書面、または印刷されたプレスは、2014年に1日あたり、平均14,270部の発行部数を記録した、ザ・ジャーナル・オブシウダビクトリアなど、いくつかの地元及び地域のメディアで取り上げられています。毎日19615コピー、21,286コピー、 シューダード・ビクトリアには、博物館、動物公園、緑地、自然地域などの観光スポットがいくつかあります。多摩丹動物園動物界の種に特化したエリアを持つ動物園。様々な種や教育的な話し合いで、種との観光の重要な部分であり、自然の保護と尊重を促進するように設計された動物園です。5つの地域で開催され、 オープンスペースで様々な書を紹介しています。植物、岩、滝などの自然環境に囲まれています。ビクトリアシティ21世紀スポーツユニット子供向けのゲーム専用のエリア、サッカー場、いくつかのプールがあります。このスペースには、プラネタリウムとタマックス博物館、植物園、ウォーキングとジョギング用のアーバンフォレストと呼ばれる緑豊かなエリアがあります。公園では、 様々な屋外アクティビティを楽しめます。緑地と水域、遊び場、レストランのスペース。元橋縁田玉田の土地にあります。タマックス自然史博物館江ドドーラルベルタットにあるシエラマドレオリエンタルのふもとに位置し、観光と生態の中心地です。小川、滝、動植物に囲まれた植物に囲まれたレクリエーション公園です。グリル、庭園。 子供用ゲームが備わっています。1992年、シューダー・ビクトリアのプラネタリウムが開設されました。これは、連邦共和国の北部及び北東部にある科学技術の普及センターの一つです。プロジェクトドキュメンタリーや科学講演を一般に公開します。1998年1月30日から、タマウリパスの科学者、 ラミロイグレシアス博士という名前が割り当てられました。公共図書館、アマリアジーカスティージョレドン劇場、映画館、ダンス、音楽のプレゼンテーション、彫刻、絵画、文学、劇場などの文化的及び芸術的活動の展示と、プレゼンテーションのためのいくつかの行動を収容する文化空間です。たまたんでクリエーションパーク、テイマックスとしても知られる。 タマウリパス自然史博物館は2004年2月に活動を開始し科学の普及、自然、空間、生物多様性に有利な文化の促進に取り組んでいます。博物館が設立された時1992年から運営されているシューダード・ビクトリアのプラネタリウムドクター・ラミロ・イグレシアス・リールがその一部になりました。博物館の名前テーマックスは ミーティングポイントを意味するはステックの言葉です。テーマの部屋に加えて、科学会議やビデオのプレゼンテーションの場でもありました。一時的な展示、プラスチックや科学の展示のための部屋、そして野外劇場、タマウリパスフェア。現在のタマウリパス地域歴史博物館の旧ビセンティの亡命の建設は、タマウリパス州知事の州知事である19世紀の終わりに開始されました。 グアダルーペ・マイネロ、タマウリ・パス教区の第三司教、フィレモン・フィエロ・テラン氏の要請により、2003年2月12日から、この博物館は訪問者に、州の文化遺産のサンプルを提供する運用を開始しました。多くの国内及び国際的な展示会を開催しています。ハウス・オブ・アートは1911年に建設を開始しました。ここには、 市販学校と幼稚園が設置されていました。1962年に青少年と女性の研究所が設立され、1974年に玉売りパス美術館と呼ばれました。芸術の家1980年には玉売りパス文化芸術研究所の名前が付けられました。2011年に板価の管理部門となり、様々な文化分野のコースとワークショップを提供し、 学生が芸術的なスキルを磨き、コミュニティでの文化活動を促進及び普及できるようにしました。今、音楽、ダンス、造形芸術、文学、演劇の分野が教えられています。タマウリパス自治大学の管轄下にある歴史研究研究所を収容する劇場、1957年1月5日にアドルフォルイス・コルティネス大統領により、 オラシオペランズマや知事として発足、タンピコの画家アルフォンソザビエルペニャの壁画。10月の間、タマウリパス州は、各自治体でタマウリパス国際フェスティバルを祝います。このフェスティバルでは、オペラや演劇などのアーティストによるコンサートなど、音楽及び文化イベントが開催されます。バイセンテニアル公園街には、ディブレ17という家族と文化のスペースがあります。これは、 街の中心にあるアベニーダ・フランシスコ・アイ・マデロ通りの日曜日の閉会に対応します。イベント。この公園は州政府の役所。首都で毎年開催される文化的なイベントであり、古典的な機械式ゲームに加えて玉売りパス州のすべての自治体のスタンドがあり、彼らの文化と料理を展示し、通常はフェデレーションゲストの状態を持っています。 全国のアーティストによるコンサートなどのイベントがあります。バイセンテニアル公園の日本司会場内にあるメガネの中心は2008年11月14日に発足しました。もともとポリフォーラムビクトリアと呼ばれていたコンベンションセンターでバイセンテニアル公園にあり2009年12月に発足しました。そのインテリアはいくつかの独立した部屋に分割でき、 5000平方メートルのメインホールと12-250の250平方メートルの建設で5000人を快適に収容する能力を備えています。シューダード・ヴィクトリアの上下水道委員会は市にサービスを提供する姿勢の公的機関です。その帰属には次のものが含まれます。計画、プログラミング、研究、予測、予算編成、建設、修復、拡張、運用、管理。 保存及び改善、飲料水及び下水システム、並びに排水の処理及びコマパによる拒否、家庭用の90.90% 90、商業用の7.32%、公共用の1.38%、及び産業用の0.40%使用、1秒あたり1100リットルの処理能力、及び25、179、604立方メートルの 年間処理業州都の人口の97.50%が電力を利用でき、地域の全国平均とほぼ同等です。街路照明ネットワークは合計29,100の著名人で構成されており、そのうち10、800のみが稼働しており、残りは稼働していません。首都でのゴミの収集は、市をカバーするいくつかのルートでカバーされており、市町村によって提供されるサービスであり、 コンセッションサービスはありません。それにもかかわらず、毎日の収集能力は200トンです。地域高等専門病院健康保険は、州の機関、ポピュラー・インシュアランス、メキシコ・ソーシャル・セキュリティ・インスティチュートによってカバーされています。それは住民による医療の状態で州の2番目の都市であり、医療サービスに、すぐに、アクセスできない人口は11.8%です。 タマウリパス州には公共と民間の両方の医療サービスがあります。総合ビクトリア病院。タマウリパスの繁華街で医療サービスを提供し、衛生管轄第一の周辺で医療を提供します。シューダードビクトリア小児病院、ビクトリア市民病院、シューダードビクトリアの高専門地域病院。いくつかの専門分野で専門的、外科的及び、 看護サービスを提供します。ラサル病院シューダービクトリアは、ラサルビクトリア大学の教育インターンシップ病院です。ノースメディカルクリニック国家労働者の安全保障と、社会サービス研究所のクリニック病院ゾーン1の総合病院、アドルフォロペスマテオスの医学教育ユニット。ファミリーメディシンユニットナンバー67サンルイシューダービクトリアでは、 様々なスポーツアクティビティがあります。プロのサッカーの分野では、タマウリパス自治大学のコレカミノスのチームが際立っており、13,500人と大学を収容できる市内中心部にあるマルテアルゴメススタジアムで公式試合を行っています。タマウリパス自治大学のビクトリア大学センターにあるスタジアムユージェニュアルビゾポラス、スポーツ複合施設スポーツユニット、 アドルフォ・ルイズ・コートンズには、バスケットボール、サッカー、バレーボール、屋内体育館を練習するための施設があります。このスポーツ施設には、野球場もあります。カセロドルフォ・ゴメス・スタジアム。アメリコ・ビジャレ・アルゲッラという名前の、シューダー・ビクトリア・スポーツセンターは、体操、フェンシング、重量上げ、ダイビング、水泳、陸上競技、ボクシング、柔道、 アーチェリー、バスケットボール用のスペースがある、スポーツセンターです。全国のスポーツイベントで、玉売りパス州を代表する、ゴールディタスシューダードビクトリアの美食は、肉、トウモロコシ、魚介類の3つの主要要素で構成されています。バーベキューに加えて、砕いたチョリソ、シューダードビクトリアのフルート街の典型的な食べ物の一つは、ゴルディタスです。ゴルディタスは、 細かく切った肉、砕いた乾燥肉などを詰めた小さな厚いコーントルティーヤで構成されています。シューダーベクトリアのフルートはコーントルティーヤではなく小麦粉のトルティーヤで作られています。それらは首都で非常に典型的であり、どこでも見つけることができます。また、典型的なメキシコ料理、有名なフルート、ヤシの花の人口の大部分、または 著茶として知られる消費に焦点を当てたレストランが多数あります。地域特有のデザート、クルミ、サツマイモ、ココナッツ、パイナップルココナッツなどの夏目やし。また、結晶化した果物とピロンチ以上で甘くしたゴルディタス。メキシコの別の都市及び、米国の都市と構築された戦略的同盟は、以下の都市の姉妹提携を含む首都の経済発展に貢献します。 シエラマドレオリエンタル、ありがとうございます。